道場八や垣道場、八や垣は、三の鴨市から富加町にかけて作られている星垣である。道場とは朝廷への昇殿を許された格を持つという意味である。千年の歴史を持つと、八や垣由来略書で自称するが、略書の信憑性を保証する文献等の傍証を示したものはない。朝廷や将軍に献上された。平安時代から伝えられる星垣の王様と呼ばれた。 1904年、セントルイス万博で金杯獲得。2007年3月、イタリアに本部のあるスローフード協会が認定する味の箱舟に岐阜県で初めて認定された。味の箱舟は食の世界遺産とも呼ばれる。岐阜県が行う山岳共同事業である地域連携型技術開発プロジェクトを通して八や楽器の可否に 様々な効能があることが明らかになっている。岐阜県国際バイオ研究所らの研究グループは、カヒエキスにアディポネクチンの量を増やす作用があることを新たに発見。このアディポネクチンは、メタボリックシンドロームを改善し、糖尿病、高血圧、動脈硬化などを抑制する働きを持つ物質である。また、同研究所らは、カヒエキスが 糖化反応を抑制することも見出している。糖化反応は糖尿病や皮膚の老化に深く関与していることが知られている。これらの働きから蜂や花がきの過費が生活習慣病を防ぐ健康食品や皮膚の老化を防ぐ化粧品の原料として注目されている。蜂やがき派その形遊び交渉にしてその味はる甘味、なるをもって古来名産として殿下にその名高しみにしを えつするに今をさ、ることぼんそ千年前まで、は本号島都省摂氏か、文治年中時号し、蜂谷神太夫鎌倉将軍へ土地の産物、樽干し垣を献上、摂氏書こと苦いご昭願ゆう、されきに密坊の甘みありとて書き名及び尊名を、蜂谷都宮、春夫より、島を、蜂谷都会無書き派王子より、朝廷献上可能、あらせらるまた、蜂谷垣由来略書。 ありがとうございます。